川勝世平明治7年は、明治時代初期に京都府船井郡富本村の西谷池開作を指導した、徳農家、豪農。富本村、青戸の人。幕末まで、船井郡富本村の青戸は、灌漑の術もなく、荒れ果てた土地が多かった。このため、川勝世平は、亀岡藩に願い出て、西谷に灌漑用の貯水池を築こうとし、明治2年工事に着手した。しかし、周辺の農民は水害を恐れて、竹槍を持ち出して、瀬平宅を囲んで威嚇したり、藩長に訴えたりして、この工事を止めさせようとした。世平はこれに屈することなく、死を覚悟して、藩長に訴え、さらに、京都西役所に願い出て、ついに工事継続の許可を得た。そして、明治4年に西谷地が完成して、両殿24町が開拓された。これが、青戸新田である。世平は明治7年に75歳で没した。明治39年、村民は世平の功績を忘れないために、皆で記念碑を建て、その徳を称えた。園部の儒学者、教育者である上野伴山が文を選し、園部の教育者である谷平吉が賞を奏した。西谷池記念碑は、青戸の大辻神社の社前に立っている。ありがとうございます。